ジョン・マクリーンはアメリカ合衆国の男子陸上競技選手、アメリカンフットボール選手である。彼は1900年に開催されたパリオリンピックの110メートルハードル競技で銀メダルを獲得した。マクリーンはミシガン大学の陸上競技とカレッジフットボール、野球の花形選手だった。1900年に開催されたパリオリンピックでは 陸上競技の選手として4つの競技に出場している。そのうち110メートルハードルでは予選で3位となって敗者復活戦に回り1位で決勝に進出した。決勝では同じくアメリカ合衆国代表のアルビン・クレンツレイに続いて2位でゴールし3位にもフレット・モロニーが入ったためアメリカ合衆国代表がメダルを独占する結果になった。 マクリーンは110メートルハードル競技の他にも、総幅跳び、三段跳べ、立ち三段跳べの3つの競技に出場した。総幅跳びでは、予選で12人中の6位となり、上位5人が進む決勝には進めなかった。三段跳べと立ち三段跳べでの順位と記録は、不明である。マクリーンは、ノックス大学やミズーリ大学コロンビア校などで、 カレッジフットボールのコーチを務めた後、1955年に、よう去った。アスレチックスアットザ1900パリサマーゲームズ、メンズ1 1 0ズハードルズ、ありがとうございます。